ついてはいるんですけど、まあまあやはり、郵便局勤務ということで年末年始はなんだかんだでしたけども、まあそれなりに、のんびりゆっくりはできてないんですけど、なんか いつもよりそのプレッシャーが少なかったというか、全ての作業がちゃんと終われたのでね、毎日毎日こうなんか日々の作業が終われたので、終わらない次に
繰り越し次にこうやってどん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 溜まってって溜まってってどんどんねストレスが溜まっていく、年末年始だったんですけどね、今後何年も。でもそれが今年は本当にノンストレスでですね、全てが、その日のうちに終わっていくっていう、非常に快適な年末年始でございました。まあ、動画の方は1日から上げてるんですけど、あれはもう先月の半ばぐらいに撮った動画なんでね、正真正銘、これは2023年の一発目の、撮影ということで、今年もまた、皆さんにたくさん楽しんでいただけるように、頑張って歌っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日一発目はチェッカーズの星屑のステージ、歌わさせていただきました。僕はなんかやっぱ僕の世代はもしかしたらそういう方多いのかもわからないですけども、チェッカーズのフミヤさんっていうよりもフミヤさんが昔やっていた、昔在籍していたバンド、活動していた、バンドみたいな、そっちの感じですよね。チェッカーズもちろん知ってましたけど、トンネルズのね、皆さんのおかげですでしたっけ、番組もやってるかな、とかにも、ね、ご出演されてて、とても笑かしていただきましたけども、そんな、まあ、もちろん存在はしていて、解散した時のなんか最後の M ステとかも見てましたけど、まあ、やっぱトゥルーラブとかアナザーオリオンとか、そうなんかソロのヒット曲の時の方が僕は世代というかがっつりなのでね、なんか昔フミヤさんがこうなんか活動されていたバンドみたいなイメージの方が強いかもしれないですね。でも本当にヒット曲いっぱいありますし、ね、カラオケでいつまででもやっぱ歌い続かれ、歌い継がれていくんでしょうね。これはやっぱりどの世代が歌っても楽しめる楽曲ですし、いいですよね。それでうちの父と、このね、もう有名な作詞家の売野正夫さんって、まあ、親交があるのでね、まあ、そういった意味でもなんかこう売野さんの歌詞を歌うっていうのがまたちょっと感慨深いものがあるんですけどもね、これからも、まあ、全曲、昨年はね、まあ、大好きな千賀那須香さんの楽曲を全制覇、おかげさまで皆さんの本当温かい目でね見守っていただいたおかげで全制覇できたんですけども、まあだからといって、次はこの方を全制覇してくださいっていうのは正直無理なんでね、やっぱり千賀那須香さんにこの注いできた自分の、情熱だったりね、この気持ちが、まあ、結果につながったんだと思うので、まあ、他の方からそんなに好きではないとかそういうことではないんですけども、やっぱりこの青春時代を、ね、捧げてきた、チャギアスだからこそできた、まあ、本当はあともし、それができる、なんだろう、気持ちが働くとすれば、まあ、ビートルズとクイーンだけかなと思うんですよね。あとこうなんかやっぱり大ファンであったとしても、人ですからね、好みってやっぱあるじゃないですか、まあ、この曲が嫌いだっていうほどなんかそんなに嫌う曲はないんですけど、やっぱ、なんだろう、好みって絶対あるので、好きなアーティストとはいえ、もうビートルズでもポール・マッカートニーとかでもそうですけど、この曲はちょっとなっていうのは僕もやっぱあったりするので、なかなかね、全楽曲歌うっていうのは結構な、ことだと思うので、まあ、次はこの人を制覇してくださいっていうのはちょっとお答えできないと思うんですけども、なるべくまあそれに近い形で、なんかお答えできればなっていうふうには思ってますので、まあ、作戦昨年に引き続き、温かい目で、そして温かい耳で、見守っていただけたらなというふうに思います。こんな感じで大丈夫でしょうか。一発目、星屑のステージ歌わさせていただきました。ありがとうございました。